しろや、おい、サウナで撮ってんか、俺らは。はい、どうも、はい、どうも、お願いします。では、一応、頑張っていきましょう。やっていきましょう。はい、神です。カットです。お願いします。ずっと、気になってた商品がありまして、うん、ドン・キホーテにて、今もう9月じゃないですか、うん、ハロウィン近くて。ハロウィンっていつだっけ ?10 月。ほぉ。コスプレの売れてるランキングみたいな。1位なんだと思う。どこをハロウィンやるの？いやいや、女性は1位、うん、ドーリーウィッチな。ドーリーウィッチ、うん、2位はオレンジウィッチ。いや、ウィッチって何？3位はブラッディリトルガール。ガール、あっ、3位聞く？ドラキュラ。あ、ドラキュラ。そう、3位。3位マジカルヴァンパイア。マジカルヴァンパイア1位。1位めっちゃ、あーだからあーってなる。ウォーリー。あー、見るわ。1位なんですよ。で、2位、いい、2位俺、うん、お前だな。これよ。海外のサイトでどれぐらい似てるかっていうサイトがあって、100%で、お前じゃん。だからもう俺なんだったの、うん、そう言われてるからちょっと動画撮んなきゃな。だから俺になれるズラかもしれないし、それかぶってる。ハゲだと思わない？大丈夫でしょ。全然普通でしょ。いいでしょ。どう？いや、普通に笑うなよ。かぶってみますか。はい、どうよ。どうなの、これはどっち。あ、でも俺じゃん、俺じゃん、昔の。あ、多分それ逆。え、何する。ちょっとちゃんとやって、ちゃんとやろ。俺、ちょっと決めて。いや、お前じゃない。なんでだよ。いや、俺じゃん。この顔すんだよな、俺。あ、やめとけ、やめとけ。やばいよ、もう相撲さんだよ。で、トミーが俺の、俺っぽくなるのめっちゃ気になるんだけど。いや、嘘つけ、嘘つけ。これどういう状況？お前嘘つけ。今どう？今なんか変な気持ち。これど、普通にお前、え、あの、受験期のお前。受験期の俺誰が知ってる？絶対そう、絶対受験期のお前。見てきてみ。受験期の俺。え、さっきと同じじゃん。今誰？今誰？お前なんでいつ切った髪の毛？さっきから。お前何それ気持ち悪い。いや、バンドマンじゃん。これはできて、バンドマンじゃん急に。おもろい、おもろい、おもろい、おもろい。で、お前これ着たら俺になれるよ。はい。今なんかリーゼントみたいになってるから、お前今学校で一番弱いやんけ。なんか恥ずかしい状態やん。お前っぽくなってない？俺は？俺っぽくなってる。なんかさ、うん、髪の毛みたいな感じでここにネット出てんの、マジで。なんなのお前。昔のカンタちょっと似てたよ。どう？これじゃないでな、これもうパツパツで腕が伸びねえ。なんだやっぱ。あ、これとか俺じゃん。ただのハゲチョビンじゃん今。ネットしてないのに。ネットしてないのに。絶対俺じゃねえ。ハゲてもバンド続けてる人だな。ハゲてもバンド続けてる。左耳隠しすぎだろ絶対。いや、お前ホントにひどいぞ。何してるの。似てるぞ。ちょっと似てる。何パーか見てみますか。いきます。すごいな。お前 100% じゃん。え？お前 100% なの？見よっと見よう。今の俺の写真とお前の写真やろ。なんで？これから離れよ。めっちゃ俺じゃん。めっちゃ俺だよ。お前これな。いや、こっちの感じ俺だよ今。これで100出して綺麗に終わりたいな。どんな感じだった？上向かないと。見ますよ。62% じゃねえか。似た方だろ。俺ら62% ってそんな怒んない。2
ハロウィン近くなったらね、うん、チェックしてみてください。これを前のその経済理論みたいな今すっげえ薄くいるな、YouTube にこういう人ということで、以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。また明日、ありがとうございました。はい、これもあるぞ。いいよ何が変わった。